はい、早速1匹捕まりました。2匹目が捕まりました。そして3匹目も捕まりましたね。このまま夕方になるくらいまで粘着シートを仕掛けておいて、また後で様子を見に来ようと思います。あれから3時間が経って戻ってきてみました。とんでもないことになっています。こんにちは、週末予報チャンネルのまゆです。はい、久々にですね、自然巣の様子を見に来たら、なんとオオスズメバチに占領されていました。この私の後ろに自然巣があるんですが、こちらの自然巣は昨年ニホンミツバチが野生でどのような場所に巣を作るのかというのを紹介した時に出てきた自然巣です。はい、石垣の隙間が出入り口になっていて、ニホンミツバチが巣を作っていたんですが、今その出入り口からオオスズメバチが出入りしています。数十分観察していますが、何十匹ものオオスズメバチが出入りしています。オオスズメバチはニホンミツバチの巣を襲って餌場として占領し、サナギや幼虫、蜂蜜を全て運び出してしまいます。こちらは民家の石垣で、オオスズメバチは餌場として占領すると外敵から餌場を守るために攻撃的になる習性があります。このままだと近隣の方も危ないので、今回はオオスズメバチを粘着シートで退治して、ニホンミツバチがいるのかいないのか確認するためにエンドスコープで中を覗いてみたいと思います。はい、今回オオスズメバチを駆除するためにこちらの中培中ネズミ捕り専用の粘着シートを用意しました。この粘着シートを巣の入り口のところに置いておきたいと思います。いつもは防護服などは身につけずに駆除したりしていますが、今回はオオスズメバチがすでに餌場を占領しているということもあり、危険が伴うので防護服を着ました。ですがこちらはミツバチの養蜂専用のものなので真似はしないでください。さらにオオスズメバチに襲われた時のためにスズメバチサラバを一応持っていたいと思います。それではやっていきましょう。よいしょ、はい、それではこの中培中を置きます。すごい、3匹ぐらいいますね、今目の前に。うん、こんな感じ。ちょっと塞いじゃうよ。いいか。あ、捕まった。はい、早速1匹捕まりました。はい、あっという間に2匹目が捕まりました。そして3匹目も捕まりましたね。あ、3匹目が捕まったと思ったんですが、どうやら脱出したようですね。ちょっと岩場でゴツゴツしているので綺麗に置くことができず、下に隙間ができていると思います。もしかしたらその隙間を通って出入りできるかもしれません。あ、4匹目が捕まったようですが、片足3本だけだと脱出できるようです。オオスズメバチの脚力はすごいですね。はい、粘着シートを設置してまだ5分ぐらいなのですが、もう草のオオスズメバチが粘着シートにかかっています。オオスズメバチはフェロモンで仲間を呼び寄せるので、ニホンミツバチが襲われた時に粘着シートで退治すると効果があります。はい、粘着シートがすごいことになっています。このまま夕方になるくらいまで粘着シートを仕掛けておいて、また後で様子を見に来ようと思います。タイムラプスを設置しておいたので、そちらの映像をどうぞ。はい、あれから3時間が経って戻ってきてみました。とんでもないことになっています。
昨年ニホンミツバチの巣箱を襲いに来たオオスズメバチを粘着シートで退治しましたが、その時以上です。ちなみにこの自然室の近くにニホンミツバチの巣箱を置かせてもらっています。ちょっと見に行ってみましょう。はい、こちらが週末予報で置かせていただいているニホンミツバチの巣箱です。先ほどの自然室から直線距離で10メートルも離れていません。こちらの群れにはオオスズメバチは1匹も来ていないですね。たくさんの働きバチが出入りしていてとても元気そうです。オオスズメバチが襲いにやってくると、オオスズメバチがいなくなった後にニホンミツバチがツモンの周りに糞をつけてフェロモンを消します。そうするとツモンの周りが黒くなるのですが、そのような痕跡もないですね。はい、オオスズメバチは先ほどより減ったので、こちらのエンドスコープを使って中のニホンミツバチの巣がどうなっているのか、ニホンミツバチはいるのか確認したいと思います。が開始しました。では潜入します、うん、いい感じ。あれ、これでもなんか巣箱っぽいな。この辺なんかもう、どうなの、なんだろうこれ。なんだろうね。こんな奥まで入ったことないんだけど。これとかってさ、なんか繋がってるけど。巣板かなこれ。なんかもうぐちゃぐちゃでわかんないね。力も繋がってるんでしょうか。ちょっと入れてみます。あ、いますね少し。お、お、いる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 、いっぱいいる。これ、5センチぐらいしか入ってないかな。5センチぐらい入れて、少し上の方に向けると蜂がたくさん映りますね。これ何だと思う？わからん。なんか、でもさ、1ヶ月前までいたんだよね。いた。こんなんなるかな、1ヶ月で。こんなぐっちゃぐちゃになるかな。なんだこれ。巣板だったものなのか、全然違うものなのかな。なんだろう。全然わかんないね。でもミツバチはいないね。今度こっちから行ってみようか。ちょっとこっちはね、確か行き止まりだった気がするんだけど、あ、でも入るな。なんだろう、なんか濡れてる。これ蜜なんじゃないのかな。なんか蜜蝋みたいなのありますね、これ。黄色いやつ。濡れてるのは蜜じゃないのかな。なんか揺れてる。もっと奥いける？あ、今奥入ってる。これ何？なんか揺れてんの。あ、なんか。これ何？くるくる回ってる。何？なんの？
なんかぶら下がってんだな。なんだろう。あ、でも岩ですね、これ。正面行くと岩で行き止まりか。何これ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 これ何、ちょっと画面が曇ってますが、あ、でもこれスバンっぽいな。ほら、わかる？ちょっとこれ今多分右側が下になってるんだけど、スバンみたいなね、穴があるよね。で、なんかもう壊れてるんだろうね、これスバンが。それでなんかぶら下がってるのがちょっと気持ち悪いですが、はいはい、エンドスコープで中を覗いてみましたが、ミツバチどころか巣も確認することができませんでした。こちらの自然巣は1ヶ月前までは確実にいたようなので、その1ヶ月の間に何らかの原因で死滅してしまって、オオスズメバチが今残った蜜などを取りに来ていたのかもしれません。このままだとオオスズメバチは明日以降も来てしまいます。ここは民家にとても近いところで、このままだと危険なので、入り口に蓋をして来れないようにしたいと思います。はい、今回は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。こちらのチャンネルでは、趣味でニホンミツバチを飼育するためのノウハウや、オオスズメバチやニホンミツバチの生態について紹介していますので、興味がある方はぜひチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。